今日は何します今日は今途中なんですけど、はい、今、はい、GT38 の、うん、ガレヨコさんのコラボ企画のエンジンのクランクシャフトの改造をやってます。何をするかというと、2サイクルエンジンって1次圧縮2次圧縮っていうのがあるのね。2次圧縮っていうのが一般的によくみんなが言う圧縮を上げようってやるところなんだよね。プラグがある燃焼室側の部屋、2次圧縮、そこをみんなほらヘッド面検したりシリンダー面検したりピストンの山が高いハイコンプピストン使ったりして、うん、圧縮を要は容積を狭くして、うん、同じ距離しか動かないんだからで狭ければ圧縮が高くなるわけでしょ。だからハイコンプってあるんだ。そう、うん、そこの圧縮が高ければ、うん、爆発力が強くなるわけ、うん、なんでみんな圧縮を上げたから、うん、まあ限界はあるよ。それ熱も発生するしいろいろ限界はあるけど、うん、圧縮をなるべく上げようって、うん、今日やろうとしてるのは、うん2次圧縮ではなくて1次圧縮、下側は爆発するわけじゃないから、うん、何の影響があるのっていう話なんだけど、うん、2サイクルのエンジンには早期っていうのがあって、うん、その早期スピードを上げる、うん一次側の部屋の容積が狭くなれば狭くなるほど、うん、ピストンが下がった時に圧縮は上がるわけじゃん、うん、そうすると上に立ち上がる、うん、早期として立ち上がる、うん、この混合機が、うん、吸気側の混合機が、うん、スピードが速くなる、うん、速くなるといっぱい入る、うん、で二次圧縮をした時に、うん、よりその中に混合機がいっぱい残ってるわけだから、うん、圧縮が上がるわけ、うん、だ早期スピードを上げるっていうのは結構2サイクルでは大事なことなんですよ、うん、チューニングする上では、うん、だメーカーが限界まで、うん、もちろん容積は狭くしてる、うん、もうほんとギリギリまで一次側の容積っていうのはクランケースの中で狭くしてるんだけど、うん、でもまだ余地があったりするの、うん、それを埋めよう、うん、例えばこれがその38のクランクシャフトの、うん一部、うん、ここにコンロットがついて、うん、ピストンがついて爆発してこういう回転力に変えてるわけ、うん、このウエイトの部分は、うん、重さが大事だから、うん、ピストンの重さに対してここの下の重さっていうの大事なのね、うん、だからこういうふうになってるんだけどここっていうのは意外と軽い方が性能としては良かったりするんで、うん、結構こういうふうに穴が開いてたりするわけ、うん、この穴って別に意味がある穴ではないわけ。意味ないの？そう軽くするためぐらい、うん、これはクランクピンの穴だからこれは必要だけど、うんうん、ここは軽くするための穴なのね、うん、この穴を埋めてやろう、うん、そうすると下側のクランクケース側の容積この分狭くなるでしょ、うん、だから早期スピードが上がるっていう、うん、全然分かってないでしょ、うん、分かってない。まあいいんだけどこのね、例えば、ちょっと待ってね、うん、まあこれはちょっと違うバイクのシリンダーだけどこれ NSR250 のシリンダーだけどね、うん、これが早期ポートね、うん、これ、うん、結局これピストンが下がってこの中の容積がここから立ち上がっていくわけ、うん、混合機が、うん、下に溜まってる空気とガソリンがここから立ち上がっていくんだけどそれはピストンが下がるエネルギーで上に上がっていくから、うん、ここの容積を狭くしよう、うん、そうすると早期っていうのを使って、うん、吸気が燃焼質が二次圧縮が高くなる方向になる、うん、から上げましょう、うん、っていう話なんですよ、はい、今もう週が来る前に、うん、ある程度やったんで、うん、こんな感じでこれ出来上がり、これ出来上がり、うん、ここにアルミで部品を作って、うん、圧入して、うん、入れてる。これ抜けちゃまずいからプレスでガッと圧入できる寸法で重くしたいの？重くじゃない容積を狭くしたいから容積を狭く容積だアルミで作ってるから軽いじゃん、うん、そういうふうになんつうのかな、空間をなくす、余計な空間をなくす、余計な空間をなくす、そうそうすると良くなるの、そうすると一時側の圧縮が上がるから早期スピードっていう、その混合機が動くスピードが速くなる。微妙なことだ、微妙なことなんだけど、エンジン内部のそのちょっとした差、うん、差で言うと結構でかいの。やっとくとやっとかないじゃ違う、違う、なんか微妙だね。そうなんです。この今、うん、これアルミの棒ね、うん、これを作っていきます。穴に入るように作る。そう、圧入するっていうのは、うん、その寸法がしっかりしてなければ、うん、圧入にならないから。大きく作るんでしょ。そう、そういうことだよね。ちょっと大きく作るで圧で入れるってことでね。そう、俺分かってんだよその要は100分の1単位で作んなきゃいけない。100分の1って分かる？うん、分かる何100回ってね、公式1でしょそう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 、何バカにしてる。 0.01 ミリね、うん、それでいいんだ。そうだよ、そのじゃ 0.01 ミリ単位でものを作んなきゃいけない、うん、そういうこと。そこに当てるんだ。ここに当てるの。あのね、これね、うん、この数字があるでしょ、うんうん、これ一メモリ、この小さい一メモリあるでしょ、うん、これで 0.025 ミリなのね。わかる？俺そういうの苦手なんだよ。いやいや、数字で言うと、うん、0.025 ミリこの一メモリで移動するわけ、うん、これがね、すごいね、うん、でもそれじゃあ荒すぎるの、うん、だって100分の1ミリで寸法を合わせて作んなきゃいけないんだから、うん、あと100分の1ミリ削ろうと思ったらこのメモリ以下じゃん。もうそれじゃ間に合わない。これじゃ間に合わない。だからここにダイヤルを当てて、そこで見る。これで見る。これでもほら移動するわけだ、うん、でもこの刃物台も角度がわずかに変えられるからここで、うん、だからこれが本当にこれに対してゼロかって言ったら、うん、ダイヤル当てながら調整しなきゃいけない、うん、だからまっすぐちゃんと削ろうと思ったらこのベッドを動かして削る、うんうん、で、ゼロに合わせて送り込んで、これでゼロになった、これで削れるじゃない。ゼロで今これを削って、うん、これが何ミリかっていう。今はこれ何、スタート位置を出してるってこと？そう、この直径を、うん、スタート位置に出してるってこと。ゼロで削ってこれが今いくつなのっていうのを、これね、ノギスじゃダメなのよ、もうこのレベルになると、うん、マイクロで。なんかこれさ、全部さ、うん、ここになんかボタンがあってこう設定して全部自動でやってくれるのないの？まあこれは今度説明します。ない？ダメなんだ。今度説明します。そしたら石井ちゃん楽じゃん。今度説明します。今これで、うん、19.79 19.79 です、うん、ゼロで削った時に 19.79、うん、これを、18.52 で作る、うん、だからあと 1.27 ミリ小さくしてる、うん、だから割る2だよね、うん、あと 0.635 削ればいい。だから今ゼロで削ったでしょ、うん、だから 0.635 まで削ればいい。これで6だから12363 0.63。これで測る。うん、これで今、18.55 だよね、うん、55、うん、55、今55だな、18.55、うん、55、あと、うん、100分の2ミリ。なんなの100分の2ミリ。 0.02 ミリ。あと2ミリ切りたい。 0.02 ミリ。わかる？めんどくさいなこれ。 0.02 ミリ。もういいじゃん切らなくて。なんで 0.2 ないの？等しいんじゃないの？これで 0.02 ミリ。カスだ。そういうことだよね。そういうこと。でもやっぱこれはやんないとダメなの。ダメだよ。数字で出てるじゃん、うん、要は一緒にちゃん数字頼りにいくわけじゃん。そうそうそう、いい感じ。そう今53だからこれで OK、うん、でこれでできたんだけど、うん、この入り口を少し削ってあげないと、これの角をちょっと面取り、うん、じゃあもう一個作るってこと？そう、これを切っていきます。アルミは気楽だよ。なんか違う？ああ、全然楽よ。あんまり煙が出ない。うんね。鉄だとやっぱ出るんだよね。ね。うん。これでいけばいいわけじゃん。これを圧入する。そう。もう一個作るからね。うん、なんで最初から2本分削ればいいんじゃないの？2回切ればいいんじゃない？そうするとダメなんだよ。これが長くなればなるほど、やっぱり寸法誤差が出ちゃうね。ああ、そういうこと。そう。いい質問ですでしょ。俺ほら敵は命だから。いや、それはそうなんだよ。でもこのベッドの水平とか、いろんなその機械の誤差とかなんかあって、100分の1ミリ単位になると、もうこことここでも変わっちゃうのよ、径が。意外とだからそれ難しくてね、やっぱこういうのはちゃんとしたものはこれぐらいの距離で作んないとダメ。調子いいですか？いいですよ。全然。ただ今度ね、チェンジペダルの方からね、オイルが持ってきたから。20.15。うん、オッケー、バッチリ。んどくさいでしょ。いやだからほらこれさ何個も同じものを6個とかさ、うん、作らなきゃいけないわけじゃん。そうね。それがやっぱ大変だなと思う。まあそれでもさ、うん、俺の仕事はさ、うん、毎日同じものを何百個も作るとかさ、うん、何千個も作るとかってことじゃないじゃん、うん、だからまだ全然気は楽だけどね、うん、こればっかを何千個も毎日作ってさ何年とかってちょっと大変だけどね、まあ、いわゆる旋盤工って言われる人はそういうことよ、うん、これ大変だよね。大変だって同じ精度のものを何千個作るってさ、大変だよね。大変だよ。やっぱ刃の形によって全然その切り方は変わる。そうそうそう。できました。こういう感じで。径は一緒です。これを。これに。入れます。これね。今は入んないんでしょ。入んないよ。ここからプレスでグッと入れて。プレスで入っちゃう。プレス入る。入れてきます。はい。これが入るんだ。うん、入ってる。それは潰れて入ってるの？潰れてじゃないよ。スーッと入ってるの。なんか温めずに入るってすごいね。なんかほらそういうのって温めて広げて入れるとかさ。焼きばめね。うん。そうで何にもしてないでそのままただ圧入しているだけだもんね。そうそうそう。もう終わりです。はい、終わりです。そんなのも加えられるんだそれ。うん。れ加えてるのがポンって飛んでいく時ないの？ああ、でもめったにっていうかないけどね、俺は、うん、たまにあるよ。でもそういうあるっていう怖いね。出っ張ってる余計なとこを削っていったから、そうそうそう、だからさっきのそう少し長く作って今削ってる。微妙だね。微妙だよ。はめた状態で整えてるってことですか？そう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 。こういうことです。うん、ちゃんと入ってるね。そう。そして、ちょっとジグを作ります。ここの、内側、外はいいんだけど、内側はここがコンロットがこう逃げるから、ここが当たっちゃうよ、コンロットが。だからここの2箇所これと同じで作ってやんなきゃいけない。だからこれに、まあ、後ろちょっと今ジグを作って圧入して、これで削っていく。そこの出っ張り部分だけ切っていくんだ。そう。この刃物台を斜めに角度合わせて、まだだよ。この辺集中するからさ、あんまり喋れないけどさ。そこまでやったらパーになるからね。んな感じできた外そうか。そうだねどうせ外す、意味わかった。もうなくなったね。この出っ張りが、こういう感じ。あ、それを作るんだ。そう。これを6枚。そうだね。3機構だから。やっていきます。外して入れなきゃいけないんで。これで。こんな感じで、一応この逃がしがこうやってね、そうこれでこれをまあこういうふうに組み合わさって5個で、ここで容積が稼げたからこんな感じです。まあちょっとね全部作ろうと思ったんだけど、ちょっとジグがね緩くなっちゃってあれだから、またジグを作り直さなきゃいけないんで、これはこんな感じでやって組み上げて、これはあと三留さんにお願いしてクランクシャフト自体を組み上げてもらって、そうするとその一次容積が上がるんで早期スピードが上がる。そうするとねすっごいトルクの出るエンジンができるんですよ。ツーストはこれ結構やった方がいい。おすすめまあでもまあ人によって考え方いろいろあるからね、そこを重視する人もいれば、もうちょっとこう排気ポート上げてとかいろいろそっちの方でいじる人もいれば、二次圧縮を上げてっていう人もいるし、まあ今回は結局これ、まあ、例えばこういうとこも埋めれるんだけど、ちょっとここまでにしといて、あんまりやりすぎると、このねクラッチがズルズルに滑っちゃうの、トルク出すぎて。だからまあここら辺であとはまあチャンバーがどうなるか、その辺でちょっと様子見ながらだけど、まあクランクに関してはもうこれで組んじゃう、であともう少しでシリンダーが上がってくるんで、そしたらエンジン組み上がって横にいいとこ持っていって、俺側の仕事は終わりかな、そんな感じです。わかりました。はい、ありがとうございました。